YouTube 見ても、うん、なかなかゴルフが上手くならないと思う、うん、でもさレッスンに来たらさ、うん、ナイスショット打たせてくれるわけじゃん、なんで YouTube 見るだけでさ、うん、上手くならないんだろうね。なるほどね、 YouTube を見てると力感が伝わらないんだよね。そう、それは例えば俺が YouTube 見る側だとして誰かの YouTube を俺が見るじゃない、したらその教えてる内容がどれぐらいの力感でやってるかも画面を通すとわからないし、逆にじゃあ平井に動画を送ってくれましたって言っても俺が見てもその方がどれぐらいの力感で打ってるかがわかんないから、要はもうこのやり取り自体がほとんど成立しないんだよね。でそれなんで大事かって言ったら、何番でどれぐらいの距離を打ってるかの力感が合ってるかどうかがまずゴルフのスイングって大事なのよ。7番アイアンは7番アイアンの力感、ドライバーはドライバーの力感、ウェッジはウェッジの力感って見ないとわかんないのよ。スピードだったり何ヤード打とうとしてるのかっていうのがもうはっきり目で見てわからない限り適切な答えを言えない。 YouTube 見てる方もなんでそれでうまくいかないかっていうと、これぐらいの力で振ってくださいねとは言わないんだよね。言う内容で自分の振りたい力で振るじゃない。それが合ってなかったらもう完璧な動きしてても当たらないから、まずじゃあレッスンで何見んのって言ったら力感だからね。その距離とアドレスとスイングと番手に対して合ってる力感で振ってなかったらどんないい動きしても当たらない。平井博明のワンナップゴルフ。当たんないんだ。当たんない。ミスヒットね、ある程度まっすぐ行くかもしれないけど、そのナイスショットが出ない。例えば何、ドライバーで緩く振ってるみたいな感覚、うん、そうそうそう、ドライバーで5番ウッドの力で振ったりとかしても当たんないし、自分の適正な距離が打てない。もっと簡単に言えばインパクトに適正なこう角度で戻ってこないんだよね、向きで。もちろん速すぎても遅すぎてもダメだから、その力感を見るの、間を打ってもらわなきゃいけないから。だからレッスンに来た時にその力感で打ってくださいねって言えるから当たるの。それ言うんだ。言う。スピードって言うんだけどね俺は。あ、うん、だからもっと速くしてください、もっとそんなんじゃ全然足んないですよって、そうやってスピードのやり取りをしてその方のその番手に合ったスピードで打たせるから当たるの。スピードっていうのはもっと速く振って、そう、速く振ってだから速く振るには力入れるじゃない。そうだから力んでくださいっていうの。そうで何回も力みと曲がりは関係ないっていうの。力んだら曲がるわけがないの本当はね。何それやばい。それだけで得できるやつじゃん。あ、そう。そうしたらプロゴルファー成り立たないから。だって優勝争いしてて振りちぎってフィニッシュ取らないようなもう満振りしてるプロが曲がるんだったらそれ成立しないじゃない。そう、曲がる理由はそこじゃないっていう。そう、振ったから曲がるわけじゃなくて、うん、違う理由が、理由あるあるある。めちゃくちゃパッとつきそうだねこれ。つく？いやそれは全然いいんだけど。違う、なんかほら、いや絶対力むから曲がるよって思ってる人いるので。あ、俺もそう思う。バッと覚悟で言うよ。振れば曲がるっていう考え方が違うのと、うん、であとは軌道がずれてるから曲がるの、うん、クラブ軌道が、うん、そう、その2つがずれてる。じゃあプロゴルファー全員振らないから曲がるんだったら、うん、そうだね、うん、絶対そんなことはない。振って曲がらない軌道にするしかないんだよね。でもそれはみんなできるんだよねプロは。ってことは振ったら曲がる軌道で今打ってるってことなの。だから曲がらないようにどんどん減速するじゃない、うんうんうん、それで曲がんないようにしてるだけなのよ、はいはい、うん、でもそれ上げたら曲がるのよ、うん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 、でもそれじゃつまんなくない。そうだ、ね、ダメでしょ、うん、あ、うん、そういうことか。そう、振っても曲がらないような軌道でできるように練習しなきゃダメってこと。そう、ちょっと打とうか。曲がんないでしょ。そう、関係ないから。そう、こうやってこのままこうやってくるじゃない。フェースの向きをなるべく変えないで力んだら別に曲がんないでしょ。そりゃそうだ、うん、そりゃそうだってなるでしょ。そう、それで打ってるから曲がんないの。例えばこれがインサイドアウトにするよ。で同じ力感で打つよ、うん、曲がるでしょ、うん、曲がるね。そう、こういうことをやってるの。振ったら曲がるっていうのは、今のちょっとインサイドアウトで振らなくなったらその曲がり度合いが少なくなるから曲がらない、要は振らなければ曲がらないって思ってる方がいるの。だからその力感を例えば緩めて曲がんなく曲がんなくってどんどん自分の飛距離を落としてやるでしょ。俺はそれレッスンでやらせないから。絶対曲がってもいいから振らせるから、う
振らせるっていうか適正なスピードでね、うんうん、無理ない、うん、でその方が心地いいスピードになった時にどう曲げないスイングをさせるかだから。あ、それを教えてるんだ。それを教えてるだけ。あの左に今曲がったでしょ、あれをまっすぐ生かす練習はしないから前も動画で言ったけど、その練習は意味がないから。そうだからスピードを上げて適正なスピードにして、でそのスピードで曲がらない動きをやっていただくだけだから。だからその力感をレッスンでは見なきゃいけないし、 YouTube ではその力感が伝わらないから上手くならない方も出てきちゃう。そう、やっぱりそこはあれなんだね、こう会話しないとダメ。そう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 、そう、あと見たい角度ってあるのよ。また人によっても違うのかな。そう、人によっても違うし、その方のスイングの癖ってあるじゃない、その癖がどこの角度から見たら一番見やすいかってあるから。だからそういうのもこっちとこっちだけ以外の場所だったらカメラじゃ見れないじゃない、映像じゃ。そうだから自分の目で確かめたい。あと音なんかもそうなんだけど、うん、要は噛んでるナイスショットしてるとかそういうのも、もう音だよね、ほとんどね。動きも分かるけど、でももう音聞いたら一発で分かるから。それはさ、平君が耳からじゃない、まあ、ソルダーノとディーゼルとマーシャルの違いぐらい、うん、だから絶対トルクも分かるんだ、うん、ギターならねアイアンの音じゃ分かんねえ。そっか結構あのワンラップゴルフ、あの音楽好きな方結構いらっしゃって、うん、そうだからやっぱギブソンとグレッチとかね、そう、それぐらい違うから。それは違いすぎるでしょ。でもそんぐらい違う、インパクトは。あ、もう聞いてると分かんない、全然違う、鳴りが違うそう、何が違うみたいに言ってますけどそう、ついね、つい。でも動きと音と力感がマッチしてないとやっぱりナイスショットは、音は結果論なんだけど、でもそのマッチしてないとやっぱナイスショットじゃないよね。そうだから最初トール君が言ったように YouTube で見ただけでなんで上達しない方がいるのっていうことっていうのは、その方のスイングを本当に自分の目で見て、こうしたらその方はもっと良くなるっていうことを直接やっぱり言えないとあんまりいいジャッジができないよね。とにかく力感だよね、本当に。俺見ててね、みんなさ、力みだめ力みだめって今力んでるとかって言うでしょ、多くない、めちゃくちゃ多いでしょ。俺ね、この人力みすぎだなって、俺ね多分ね、いないと思う今まで。足りない人しかいない、全然ね、力み足りないよ。じゃあなんでダメって言われてるんだろう。瞬間的に力むからじゃない、多分。途中で変わるのはダメって前から言ってるよね。そうそうそう、 ここでこう変わって力むでしょ、途中でね。途中で上げ始めからフィニッシュまで力めればいいんだよね、ずっと力んでればいい。でもずっと力みって続かないから、結局力めなくなるからちょうどよくなんだけど、ずっと力めたら俺拍手しちゃう、それぐらい不可能に近いこと。ずっと力めるよって言うんだったらめっちゃ最高。ちなみに今思ったんだけど、うん、力むのってどこに力入れるの、うん、手なんか素朴な疑問で申し訳ない。あ、なるほどね。やんないから分かんないけど、握る手を力入れる。俺のことを言うから絶対文句は言わないでね、うん、ここ手首ね、手首手首じゃない、ワンナップ式手首、手首だ ね、うん、そうだね。ここが眼力にするから、うん、もちろん下も動かないように力はある程度入れてる、はい、動かないようにしてるだけ、はい、そう。でも力を入れて動かないようにしてると結局ゴワってなって動かないでしょ、うん、ロックしてるだけなの。だからカパッてロックをして動かないようにしてれば、力抜いたってこうやっていかないのよ、こうやって割れないのよ。そうだ、それを数々の、要は鍵を全ての関節にかけていかないようにしてるだけ。でもダウンスイングってこうやって力が入るから、ダウンスイングの時は下に力を入れて止めないと止まらないから、その時は止まる。それはでも人によって違うと思う。違うと思う。感覚が違うから。広背筋力む人もいるし、うん、だからここ、俺試合出た時ここ後ろから普通にガパッて掴めた。そう、それぐらいあの発達してた勝手に、ね、勝手に、こんなあるんだって言ってそこを鍛え始めたら、うん、やっぱりあんま良くなくなったね。あ、そうなの。そうだから自分がなくなっちゃうね、それだと。要は使えてる範囲で十分ってことなんだよね。あ、そうなんだ、うん、
自分の競技が変わっちゃうから。そう、力むっていうのは力む場所がもちろん大事なんだけど、それは平井はここ力んで、そう打ってる。でも相当ね、本当に嘘っていうぐらい距離が遠ければ遠いほど力む、うん、だからもちろんパターウェッジっていうのは一番弱いんだけど、それでもその距離でそんなにっていうぐらい、そこで動かしてるからねクラブを。だからそこが入らないってことがまずないの。そこ使わないと戻れないんだろ。そう、平井はね大概戻れないと思うけどね。そうだよね、だからそう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 だね、戻すためにそこ一番使ってるってことだ、うん、そう。力むっていうことに関してここだけだけど、要は締め付けるとか何かをするって言ったらもう無限になっちゃうから。そう、今トール君力むって一個だけ言ってくれたからちょうどよかったんだけど、そう力むんだったらここ、そこが相当力む。そうするとさ、前の動画との関連になっちゃうんだけど、うん、7時から3時を力む、うん、そこで、うん、その7時から3時の時にその手首をすげえ使ってる、うん、そう4時ぐらいが一番力んでる、うん、4時から3時が一番力んでる、多分ここパンパン、そうだからここだよね、そこなんだ、ここもな、うん、離れてる。そこ一番力む、うん、もちろんこの辺から力むんだけど、ここでこれ細かい話になっていい、うん、インパクトって右肘が伸びないのよ、ああこうやって、うん、でインパクト後にガンって伸びる場所が3時4時だから、そう、そこが一番力めてるの、うん、これは当たんないから、まっすぐ当たんない、当たんない。もちろんそのボールに向かって伸ばしに行かないといけないんだけど、伸ばしに行った時に伸びきるのがここがいいわけ。そうで、よく伸ばしたりボールに力入れたらダフるっていう人がいるの。それ解決方法はワンラップゴルフで必ず言うから。力まなきゃいけないの、ボールに向かわなきゃいけないの。そうしたらナイスショットが出るの本当はね。だけどもちろんダフるとか当たらない、シャンクが出るとかっていう方いるのね。それはワンラップゴルフのレッスンに来てもらえれば一発で解消できるから。昨日のお客さんがそうだった。弱かったのね、インパクト。それでインパクトを強くしてもらったの。でもう全然ね、であと10倍ぐらいって言って、したらどんどん距離が伸びちゃったの。最初ピッチングで100ヤードぐらいだったの。ピッチングで120まで伸びたのね。他の番手も打ってもらって、こんな球打ったことないってわけ。そうだから力んでますよねって、したら、うん、力んでるってわけ。曲がってますかって言ったら、全然曲がってない、だから関係ないんですよって言ったの、力みとね、曲がりは。それがレッスンそう習いたくなった、本当やんないんだけどさそうね、ちゃんと力めてれば距離は出せるし曲がらないの。もちろんその伸ばしたら単純にダフるイメージは湧くじゃない、ね、下に向かうから。それをダフらないようにする方法を言っただけなの。気になる方は来ていただいて、まあね、だからその やり方だよね、うん、力み方と力む方向、力む、うん、方向っていうか、うん、それがやっぱ大事で、うん、それがちゃんとできてれば曲がらないです。まとめてもやっぱりその最後の話だって力感なわけじゃない、うん、そういうものがやっぱり見れないとわからないっていうことだよね。で今回はですね、なんで YouTube を見ただけだとこう上達しない方がいるのっていうトルクの質問からちょっとお話しさせていただきました。自分の意見としてっていうことでお伝えさせてもらったんですけども、まあ他にももちろんいろいろなご意見とかもあると思うんですけど、参考として考えていただければと思います。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。